はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミキトです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。たまにはアンリミテッドの方をって考えたらですね、ローテーションの方で天狗の社、あれ強かったな、アンリミテッドでイーラの祈祷があったかって感じで考えた時にこいつの存在が出てきたんですよね。白河の神殿、毎ターン終了時リーダーをね1回復するんで、エイラの祈祷を置いてフォロワーがいればターン終了時勝手にステータスが上がると。あれ、もしかしてこれなかなかいいんじゃないってことで、ちょこっとやっていきたいかなと思います。なあ、まあ一応テミスの審判入ってますけど、これはまあフォロワーいっぱいずらーっと並ばれた時かなと。自分のフォロワーまで消しちゃうのはあれですが、まあこのデッキでやっていきたいと思います。さてレッツゴー。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。魔境と言われるアンリミテッドネクロマンサー。え、アンリミテッドのネクロマンサー。月は輝き、アンリミのネクロマンサー。私は来る。アーカスかな、やっぱり。冥界まで連れて行ってあげる。白河の神殿はいいとした。あー、白河もいらない。エイルラ、テミス、君帰ってくるのか。まあいいでしょう。まあ1コストはないけど、宝石の巫女で動けるからまあいいとして、今のアンリミのネクロマンサーはそうかな。そうするネクロマンサーな気がしてならない。多分そうしてくると思うんですけどね。獲物発見とかは来なかった。なるほど。天候、ここは宝石。手札をドローする必要がありますね。手札をドローする必要があります。これ回復系のカードが天候しかない。貴様の魂を燃やさないでください。よろめいてくる、よろめいてくる、よろめいてくるなら、よろめいてくるならどうするの。よろめいてくる。まあこれ多分殴ってソウルコンバージョンとかでしょ。ああ、餌は餌らしくしてなさい。餌は餌らしくしてなさい。まあリーダー殴っててよかったな。集団前装置デスタイラントですか。いやひどいなこれ。やばいな、ネクロアサシンとかこっちの方いるから普通にポイポイ消されちゃう可能性が。殴って手札をドローしてこないでしょさすがに。あら、大人の階段のこれ待った、あれだ、ヒラキヒロモンよ。まあそうだろうと思って。シンマ裁判所来てくれたら神、シンマ裁判所来てくれたら神。あれ、このデッキってこのデッキ聖なる願いもありえたんですけどね。あれ、まあいいや、まあいいや。そっか、ムクロも結構やりやすくなってるんだもんな。これでスカルリングでまたムクロ出せちゃうんだよね。いや敵さん、私にドローさせて、いや待てよ、ドローしまくってるぞ。あー、ふむふむ、じゃあバイバイ。なんだろう、楽しい。あー、これはどうしようか。許さない。5点ダメージか。ソウルコンバージョンしてムクロか。どんだけですか。あー、カルビ出てきた。うまい、敵さん。
またテミスする？テミスすると1枚だけ消費がある。消費1枚で次のターンで2枚ドローすることになる。かといってアミュレットを進めるカードもない。天候を出した後ラビットフィーラーで回復して、5になり6、7、あ足りない。あ足りる、あ足りるわ。友のためには力を惜しまぬ。多分足りる。そこ足りる、何か怪我してるじゃないの。足りる、ははは足りる足りる。観覧シンクを振り払おう。これくらい友の証。あ足りる天候ちねー。天子さんが急コストのあいつの代わりしちゃってるよ。マジ急コストだよね。でもケリドウェンが来たら最悪よ。やめてね。友のためには力を惜しんでもらわなきつくなりますね。姉さんの声、あー一枚は、まあ、まさかと思うけどまた下には来ないよね。さらばじゃ。あーこれはまたムクロかな。またムクロかな。3枚持ってるのムクロ。キリドウェンは確か5コストだから今はない。大人の階段のボール君はまだ。やめとこう。呪われてくか。ああなるほど、そろそろ回復したい。大修道所、大修道所で一気に回復するか。回復しとくか。哀れなる子羊をお救いください。あーいいぞ。引きさんの手札残りよ。あ待てよ。冥風はないか。すみません。発骨よつ。あうまい。そうそれはうまい。それはちょっとうまい。これは神の導き。パクが出たな。で豚宝石の巫女でブラックにして、チアはあなたに似合うでしょうか。ブラック出します。漆黒もラブリー、漆黒もラブリー。いいぞよ、なかなかいいぞよ。攻撃するときにアミュレットを進めるカードってあったっけ。出たー、そろそろだとは思っていた。もっと遊びましょう。利用させてもらうわよ。開け死の門よ。大事にしてくださいね。いやまあさすがにね。エサらしくしてなさい。めちゃくちゃだよめちゃくちゃだよ。だがしかし、だがしかし、私にはテミスの審判3枚目が、まあ、3枚目使ってしまったからもうこの後消せないけど。悪行はそこまでじゃ。で次のターンはテンコテンコって来てくれたらなね、最高なんですけどね。敵さん残りデッキ12枚ですよ。でもなここから愛者2連発がめちゃくちゃきつい。ありえるからな愛者2連発。まあほぼ確定でハゲ取ってくると思うんですけど、オモニュン。バイブカハは置く場所がないと出せないからまだない。一体あ取ってきますでバイブカハ。あまだ取るでバイブ、あれまだ、あ完璧に取るのね。はい、6コスト。俺に手を出すってか。出すつもりはありませんよ。嘘でしょ。あ、びっくりした、びっくりしたまた思ったけど見たー。ハクか、ハクかはい、結構友のためには力を惜しまぬ。ファン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 。すごいことになっております。
更新せよ果ての果てまで。ありえるな。果ての果てまで更新してくるかもしれない。また袋の王手札にあったら、あーあるかもしれない。進化は使ってない、セーフですね。行くわよ。取ってくるの。現世にバイバイしてね。行きたくない。怒んないでよ。怒ってないよ。これ多分ムクロの大デッキだったんでしょうかね。多分ゼウスとかも入ってると思ったんですけど、早々ではなくて普通にでした。普通に何だろう。7コース何してきます。それ取れないです。それ僕取れ、あ、取れるけど、取れるけども、あらまあ、ここに来て悪行はそこまでじゃ。悪行はそこまでじゃ。その子だけは取っておく。狂ってしまうわ。狂ってしまいますわ。貴様の弱点ビシッと見えたぞ。そりゃそりゃ。でどうする僕。回復しとくか。そこ、また怪我してるじゃないの。ファーン。OKOKOK。6になったことによってそれなりに取られにくくなったんじゃないか。餌は餌らしくしてます。ああ、スカルリング残念な結果って感じ。あー、そうだ、進化したんだった。だったら自分のリーダー回復しとけばよかった。氷漬けだって。また来るぞこれ。開け、シノモン。取ってきますかね。ああ、取ってきますか。どうしたものか。押し切られることはないと思いますけど、ホワイトスワン、豚とホワイトスワンですかね。ハッピーがたくさん。汚らわしきは黒の鳥、君の好きは白の鳥。で、私の手を殴る。で、16点ダメージはさすがにきついので、これ出しておいて、これでまあこの子が出てくるので、あわい、聖堂が聖堂持ってきちゃったよ。まあそうする、そうか、それしかないか。ファーン、これで出てくる。いいぞ、3コストの66。ここでリーダー殴ってきたらあれだよね。骨、待ってよ、骨からの、あら、なぜですか。なぜですか。なるほど。だったらプップー、これでいいでしょ。手札がなくなっちゃったけど、新馬、おー、えんちゃう。えんちゃう。愛車で全部2人とも取られてしまうか。ふむ、それで、あはは、いてーいてー。あら、まあこれだな。すまん、嘘じゃない。で、デスタイラントはもうできない。アイシャも取ることしかできない。すべてのもの、私のもの。おお、ドロー。おお、覚えてなさい。パフィー。アンドレアルフからのスカルビスト、勝ちかな。次、回復するフォロワーが来たら勝ちかな。誰でもいいで、回復。回復。嘘でしょ。マジ？私の手を取って。私の手を取って。どうしてよ。ヘクターを警戒したい。これはヘクターを警戒します。ヘクターで6点で、失踪系が来たらきついから、闇に囚われてなりません。
大丈夫だよね。まあヘクタ多分入ってないと思いますけど。何？手札をドロー。バハムートとかあったらもうほんと勘弁よ。また遊びましょう。あぶねえ。あー、いやー、アンリミテッドはエイラが大好きなんですよね。はい、ということで、まあなかなか、お、100ルベなんて見ました。といったところで、今回はエイラの祈祷ビショップスティムピストル、まあ26やってる人だったら分かるでありましょう、このデッキでやっていきました。まあちょっとね、ゴールドカードレジェンドカード足りないからって言ってこんな感じのデッキになってますけども、十分戦えるかなと。まあアンリミテッドの方は目視録とか、まあ、僕が今回使いましたテミスの審判とかこういうのがあって、なかなか並べるのはきついんじゃないかなとは思いますけども、バードがねありますけど、こういうデッキがやっぱ楽しいんですよ。後半まで使ってね、長い時間を使って熱い戦いを繰り広げるっていうのがね、僕はやっぱり大好きなんで、皆さんもぜひ使ってみてください。改善点はまあ多々ありますけどね。新馬裁判所来てくれたら神、新馬裁判所来てくれたら神。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。